皆さんこんにちは、もっちゃんです。今回もよろしくお願いいたします。さて今回はNSR ジャンでお出かけなんですけれども、申し訳ございません。トラブルで音声が全く入っておりませんでした。というわけで今回ね、アフレコでお願いいたします。初めての経験ですね、これもね。今回ね、タイトルにもあります通り、本当に治ったって感じのね、変化がありました。それはね、前回の動画でアップしたタンクの空気穴ではありませんでした。アプリオでお世話になってるね、視聴者さんのところに、この NSR ちゃんで行ったんですけど、その時に、まあ、そこでね、タンク外してちょっとサブを見てみたんですけど、一回。タンク外したんでね、せっかくだから、イグニションコイルも見ておきなよっていうことで、じゃあ見てみようかってなったんですね。イグニションコイルを確認しました。そしたらね、なんと、フロントバンクのコイルの端子がグラグラでね、ほとんど刺さってないような状況でした。はい。だから、そこね、グッとこう、始めて、接点復活剤吹いて、もうね、どうやってこれ入れんのっていうぐらいギッチギチに押し込みました。そうすると、見事に改善されたのが2つあったんですね。過去に動画の中でね、どこかで、私ね、話をしてるかと思うんですけど、症状がね、2つちょっとあったんですよ。まあ、普段症状全く出ないという言い方してましたけどね。まあ、これに関係してるかどうかっていうの分かんなかったのもあるんですけど、まあね、まず1つ目。タンクの下から聞こえるエンジン音が、異常になんかこう大きくなったなって感じてたんですね。こんなに音大きかったっけって思うぐらいに大きくなってました。で、それがね、改善して、まあ、びっくりするぐらい静かになりました。と、二つ目の症状なんですけど、エンジンの回転数ですね。もともと3500回転とか4000回転とかでも走れてたんですよ。でもね、いつの間にか5000回転以上回さないと走れなくなっちゃってたんですよ。それがね、フロントバンクのそのコイルをちゃんとつけた、ちゃんと接続できたことによって、それがね、また戻りました。もう3500回転とかでも気持ちよく乾いた音が響いてる。前はね、ブス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 ってこう言ってたんですよ。うん。それがね、改善しました。この2つが改善したので、この日ね、意気揚々と、絶対これ治ったぞと思って出発しました。はい、場面が変わりまして、ここは前回、エンジンストップ症状が出たところの少し手前ですね。はい、ここのガソリンスタンド左に曲がって、この赤い鉄橋を渡るとトンネルがあります。で、そのトンネル、ここちょっとした直線があって、その時にちょっときつめに右に曲がってるんですね。で、ここで減速して右に曲がります。で、ここですぐまた左なので倒して立ち上がろうと思ってアクセル開けたら、まあ、症状が出たと。回転ついてこなくて、あ、まずいな、止まるかなと思っていた、戻してまたじわっとアクセル開けたら回転ついてきたんで、まあ、そのまま走ったんですね。で、ここでまた左なんで減速して倒して立ち上がろうと思ってアクセル開けたら、ここでまた2回目の症状。で、今回はもう、その時はもうダメで、そのまま止まりそうだったんで、もうクラッチ決定で止めて、一旦路肩に寄せて、その辺りで止めたんですよね。まあ、危ないんで、ちょっと一旦この下り坂なんでね、そのまま転がして、後ろ気をつけながらね、下まで降りて、で、まあこの辺りでね、エンジンかけて、U ターンしたんですね。まあすぐその後はかかったんで、よかったんですけれども、もう本当にね、まあ、エンジンストップしても、またその後すぐにかかるっていうのがなかなか本当面白い症状ですよね。で、この日ですね、条件的にはちょっと悪かったかなって思ったんですよ。まあ、ご覧の通りね、快晴なんですけど、めちゃくちゃいい天気なんですけど、寒かったんですね、この日。まあ、気温上がるっていうふうに天気予報では言ってたと思うんですが、まあ、全く上がりきらずに、そうだな、一番最初に行った時、2回目に行った時に比べると、やっぱだいぶね、気温低かったですね。さらに寒かった。
からね、まあ調子的にはちょっとどうかなとは思いながら走ったんですが、ここまでもうこの日は絶好調ですね。もう何の症状も出ず、もう本当にね、治ったぞ、これはもう完璧じゃないかと思ってここずっと喋って走ってましたね。それともう一つですね、イグニッションコイルのお話を最初にしたんですが、ごめんなさい、残念ながらそのイグニッションコイルのそこの作業動画をね撮っていなかったんですね。もう本当にね、遊びに行って軽い気持ちでね、まあちょっと一旦キャブもう一回見てみようわってキャブ見て、そのついでに、じゃあもうついでだから一緒に見てみるかってね、本当軽い気持ちで見たイグニッションコイルだったんで、まさかねそんなになってるとは思いもしなかったからですね。でもそのまま撮影せずにね終了しちゃいましたね。なので、その時の動画がありません。はい、申し訳ございません。もうここの時点でね結構標高もう上まで上がってきてると思います。ただねやっぱまだまだずっとね一つ曲がるたんびにさらに標高が上がるという感じ。またねここ結構ちょっと上りがきつくなってきてるところですね。まあこういうところをどんどんこう繰り返しながら上に上がっていくんですが、でも症状は全く出ない、もう安心そのもの。はい、ここでまたシーンが変わりました。もうね民家も、全部なくなって、もうオートポリスすぐ手前ですね。で、ここでね、またさらに勾配がきつくなってる感じで、上りがね、ちょっときつくなってきてるんですが、ここに来て、ちょっと新たな症状が出てきました。これまではね、アクセルは開けたら、もうガス欠みたいな症状で、そのまま、どんどん回転が落ちていって止まるっていう感じだったんですが、この日は、アクセル開けるとね、回転数は上がるんです。回転数は上がるけど、パワーが全然ついてこないという、まあ典型的なキャブの薄い症状みたいな感じになってましたね。はい、と言いながら、ちょっと悪いなとか思いながら、なんとかこの日はね到着しました。ここまでオートポリスで、ここで写真なんか撮っちゃったりして、でまあ一応ね到着できたので、ちょっと喜びながら家路に向かうところです。でね、まあ無事かどうかっていうのは分かりませんが、まあもしかしたら治ったかもとかね話をしながら、ちょっとエンディングトークをねしていました。ここで、はい、さっきバイバーイって言ってちょっと走って止まりました。治ってないじゃん、なんかまあしょうがないですね。まあ原因が一つ潰れて、で、エンジン音と、もう一つ、5000回転から下が使えなかった分は改善しました。でもこの止まるのはどうやらねやっぱり別の原因みたいですね。まあ一つちょっと思わしいというか、トラブルがね、減ったから、まあ、よしとしましょう。はい。改めて、バイバーイ。